ということで、このね、2人が、インタビューに撮影してくれることになりました。ありがとうございます。まずこちらのね、男性からね、インタビューに答えてもらおうと思います。まずですね、日本では結構その大学で結構まあ勉強しないっていうので、まあ、結構授業中寝てる人が多かったりっていうのがあると思うんですけど、それについて合ってると思いますか？合ってると思います。あ、やっぱ合ってる、噂通りだったってことですね。はい。どういう、なんか大学ってどんな感じとかありますか？そうですね、大学生は基本真摯にその大学の授業を受けるとか、はい、なんか何かの目的があって勉強してるとかはないと思います。はい。あ、なんかちなみになんか大学入った時に、まあ、どういうモチベーションで勉強しようとか、その今ちなみに大学何年生ですか？2年です。あ、2年生ですか。はい。じゃあちょうど1年前ぐらいにそのどういうなんかモチベーションでなんかやってたとか、なんか思い出せるだけとかありますか？多分日本人の多くで、日本人の多くはその大学っていうのは、はい、就職の予備校的な感じで捉えられてると思うんです。そのゴールっていうのは大学で何を勉強したかっていうよりも、大学に行ってどこに就職するかってところだったので、大学のゴールっていうのは本当に就職だなのかなって基本的に思います。じゃあお兄さんはちなみになんかです、大学ではなんかどういうことをしたいとか、どれに一番時間をかけたいというか、そういうのって何かありますか？そうですね、大学自分今そのやりたいことがなくて、そのだからそのやりたいことを見つけられる時間にしたいなっていうのは、さっきもちょうどこのお兄さんが話しかけてくれる前もそういうことを話してて、そうなんですね、この2人でね、まあ、話してたっていうことですね。はい。まあ、その、まあ、モラトリアム的な感じですかね、その4年間 の, その,、まあ、その時間を使って、まあ、その考えて将来どうしていくかっていうのを ね, ね、考えるってことですね。ちなみになんか興味あることとか何でもあれなんですけど、それがきっかけで何かやるとかあると思うんですけど、仕事に結びついたりっていうのがあると思うんですけど、なんか興味があることとかって何かあるんですか？興味は、はい、まあ、そうですね、さっきも話したんですけど、留学とかその英語とか語学のスキルとか、はい、まあ、大学でそうですね、1、2年で語学の勉強とか自分たちはする。あ、そうなんですね、そういう学部系なんですね。大学全体そうです。あ、じゃあそういう外国語学部とかそういう感じですか？ではなくて、はい、学部、全学部勉強するんですけど。あ、そうなんですね。まあ、そういうのからなんか留学とかに関係して、していけたらいいな。ちなみに何語とか、どの辺のエリア行きたいとかありますか？英語をとりあえず、はい、なんだろう、どこでも通用できるぐらいの英語力とかあったらいいな。あ、なるほど。もうすごい今そうですね、何でも論文でもそのね、そういうエンターテインメントでもね、さっき英語っていうのもありますもんね。わかりました。はい。ということで、まあ、そういう英語で、ね、やって、まあ、将来につながればないいなっていうので、まあ、大学ね、まあ、過ごされているということですね。はい。ありがとうございます。ではね、次こちらのね、お兄さんに、ね、インタビューしていきたいと思います。同じ質問なんですけども、はい、まあ、大学でね、日本のね、大学でそのスマホを触ったり、まあ、寝てたりっていうのが多いっていうので、あると思うんですけど、そういうのは実際感じますか？はい、感じます。あ、やっぱ実際の授業でもそういうことが起きているって感じですかね。はい。なるほど。それを見てなんか教授とかってどんな顔してるんですかね？教授は現在でもオンライン授業で教授から立場の方が直接見えるってことはあんまりないです。ああ、そうなんですね。じゃあオンライン授業ちなみにどんな感じなんですか？日本のそのなんかあるあるじゃないですけど、オンラインの形式にもよることはあるんですけど、はい、例えば Zoom の授業、はい、こちらが顔出しするかしないかっていうのと違うんですけども、はい、そこを開いてたその下で携帯いじってるとかはよくあるそういうことなんですね。分かりました。まあ、そういうような形で、まあ、よくそういうのが大学でね、まあ、寝てたりスマホがあるんですけど、まあ、なんでそういうような、ね、状況があると思いますが、その欧米とかその、まあ、シンガポールとかだったらみんな必死にね、まあ、そのより高い評価を取りたいっていうね、まあ、思う、っていうのがまあ一般的なんですけども、日本ではなんでそういうことが、ね、起きてると思いますか？さっき言ってくれたことと、私は全然話したんですけども、はい、大学が就職のための予備校って考えも他で同じだと思って、はい、でその他の例えば海外の大学とかと比べると、入学するときと卒業するとき、入学するときの方が日本ではその比重が重くなっている。なるほど、その高くなる。入学した時点でゴールって捉えてしまっている人が数多くいると思う。はい、大学でもちろん勉強をしてる、頑張ってしてる人はいると思うんですけど、はい、多くの人は入学した時点で勉強は終わりで、そこから、まあ、どう大学生活を過ごすのかっていうのが、なるほど、他の大学、外国とは違うのかなと思います。
ちなみにお兄さんその大学でどういうことをしたいとかそういうのって何かありますか？まあ、まだその将来の自分の仕事とかどうなっていたいかっていうのを考える夏のディアム的な期間だと思ってるんですけど、はい、今はスポーツとか頑張ってるとか大学できないことをたくさん時間かけてやってみようかなとは。そうなんですね。スポーツちなみに何やられてるんですか？今はスポーツのアメフトをやってて。あ、アメフトボールなんですね。そうなんですね。そういうなんかアメリカとか視聴者多いんだ、アメフトとかの好きな人とかいると思うんで、アメフトやってるんですね。ちなみにポジションは？ポジションは端っこでパスを受け取る。ワイドレシーバーですか？はい。あ、ワイドレシーバーなんですね。わかりました。あ、そうなんですね。あ、わかりました。まあそうですね。よく見たら足がなんかやっぱり違いますもんね。この。細いですけど。いや、この感じがやぶね、その違うってことでね。アメフト、あ、見つけましたね。アメリカフットボールでやってる人で、ね、見つけましたってことで。なんかじゃあ日本のなんかアメリカフットボールってなんか海外とそのアメリカと比べたらなんかやっぱりそのまだマイナースポーツっていうのがあると思うんですけど、なんかどういう風にしたらなんか普及するというか、僕もなんかアメリカフットボールいいなっていう風に面白いなっていうのを思うんですけど、なんでやっぱ日本には根付かないのかとか、そういうのってなんか感じたりしますか？はい、そうですね、競技人口が少ないっていうのがやっぱりあるので、そこら辺の例えば防具とかの時にあって、その防具のメーカーとか架線になってて、はい、高いっていうのがあるから、その値段とかっていう環境を整えるっていう面で入りづらさがあるのかなと思って。あー、そうなんですね。初期費用っていうことですかね。初期費用の入りやすさをもっと高めていけば競技人口が増えるのかなと。あー、そうなんですね。でもなんかアメフトやってる人って結構まあモテるじゃないですか。あー、そうかもしれない。はい、なんかそのアメフト始めたなんかこういう競技人口が少ない中で始めたきっかけとかってあるんですか？僕の場合、友人がラグビーやってて、はい、そこのラグビーっていうのに誘われてアメフトの体験会に行ったっていうのが始まりだった。そうなんですね。ラグビーとアメフトの違いってなんか明確に何が違うとかあるんですか？まあ、目に見えるところだと防具つけてるかつけてないかっていうので、その人とかちょっと違ったのが、ラグビーかっこいいと思います。あれですね、アメフトはじゃあ顔がブサイクでもかっこよく見えるみたいなね、そういうマジック効果があるみたいなね。ヘルメットつけてるんで。あ、そうですよね。まあ、体型さえ良ければ、てかそのスタイルさえ良ければっていうことですよね。分かりました。そうですよね。まあ、アメフトもなかなか、なんですかね、その競技人口も少ないんで、まあ、今しかできないことをね、やってるっていうことで、インタビューありがとうございました。